38回目を迎えたニュルブルクリンク24時間レースは前年を80台も上回る250台ものエントリーを集め、大変な熱気とともに幕を開けた。ニュルブルクリンクはフランクフルトから北西へ車でおよそ2時間の森の中にある。1927年創設、50年代には F1、 70年に24時間レースが始まった。 F1 開催で知られる5キロのグランプリコースと20キロの北コースをつないだ全長25キロの超ロングコース。コース幅が狭く、無数の凹凸とアップダウン、先の見通せないコーナーが連続し、アクセル全開で一周するだけでマシンにとてつもない負担がかかる。そのため走行性能開発の仕上げの場としてニュルを選び、24時間レースを集大成とする自動車メーカーが増え続けている。コースに繰り出して遊ぶ観客、スタンド裏のイベント広場ミュージアムには車文化、レース文化の奥深さが香る。ガズーレーシングブースではガズーレーシングチューンドバイ MN のコンセプトカーが注目を集めた。レースを通じて車を鍛え人を鍛えるをメインテーマに挑戦を続けているガズーレーシングは、2008年から24時間レースで LFA 開発の最終仕上げを行ってきた。いよいよ LFA のデリバリーが始まる2010年は大きなターニングポイントである。エンジンはノーマル、サスペンション、ブレーキ、タイヤ、ホイールを変更した程度のライトチューニングだが、実践テストのために出場した4時間耐久レースではマシンを仕上げながらメカニックも訓練を積み、2回のクラス優勝を果たした。世界中にその性能や耐久性をダイレクトにアピールしようと、今大会は優勝を狙う自動車メーカー系チームが増加。5連覇を狙うポルシェ、同じく大挙エントリーのアウディ、BMW など改造範囲が広くスピード差のあるマシンに混じっての総合20位以内。新型車で必ず参戦するアストンマーチン、コルベットなどと争う SP8 クラスでの初優勝を目標に掲げていた。味作りの旅を続ける森蔵は本戦ではステアリングを握らないが、さまざまな角度からチームをバックアップ。 LFA で予選前のレースに出場し、激しい雨の中最終チェックを行った。夜7時半、気温5度、小雨の下で予選1回目が始まった。50号車のドライバーは24時間レース19年目の木下貴之、 LFA とともにニュル3年目の飯田明、初挑戦2009年スーパー GT チャンピオン脇坂純一、チーム最年少23歳大島和也。50号車は総合20位以内をキープしていたが、9時の日没を40分ほど過ぎた時、脇坂選手がハーフスピン、リアサスペンションにダメージを。脇坂選手はブログにその時の心境をアップしている。ピットに戻ると森蔵から、車は直すから心配ない、体が無事ならそれでいい、ありがとう、これでもっといい車を作れる、スタッフが育つ。ブログはこう締めくくっている。皆さんに心の底からありがとう、この場にいられてよかった。一方の51号車は総合8位、クラストップ。深夜の作業で50号車が元の姿に。いつもは陽気な脇坂選手の神妙な表情に、寝不足気味のメカニックが笑顔で応える。チームのムードはいい。51号車は脇坂と共にスーパー GT を制したアンドレ・ロッテラー、70年代から活躍するベテランアーミン・ハーネ、
24時間2位入賞経験を持つヨッヘン・クルンバッハ。 LFA での出場2年目のドイツ出身の3人がタッグを組んだ。ロッテラー選手は2周目には総合14番手。しかし3周目、中継モニターに衝撃の映像。総合28位クラス2位からの追い上げを期すこととなった。50号車は最後に大島選手が1周だけのアタック。チームベストを刻んだが総合25位、クラス1位。フィーリングはすごいいいですし、レースでどん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 追い上げていきたいと思います。気温13度、路面温度22度とようやく5月の陽気、待望の青空が広がった。200台のマシン、800名のドライバー、チームスタッフやファンがスターティンググリッドを埋め尽くす。22万の大観衆が見守る中、24時間の戦いがスタート。LFA は木下選手、ハーネ選手が20位前後までポジションアップ。ランデブー走行にギャラリーの視線が集まった。交代したクルンバッハ選手は快調なペースで15位へ。Very fine now because it's very easy to handle, huh?It makes a lot of fun. しかしスタートからおよそ4時間、ロッテラー選手の51号車に異変。フロントのリップスポイラーがぐらついている。大事を取ってフロントバンパーごと交換。その作業中、50号車がブレーキの違和感のために緊急ピットイン。不安箇所のレース専用部品を交換。レースを通じて車を開発し人材を育成するという異色のプロジェクトのため、当初からトヨタの社員がメカニックを担当。しかも今回は半分が新人。他のメーカー系チームには信じがたい体制だが、落ち着いた判断、的確な作業に4年間の成果を感じる。調子は戻ったが94位、クラス6位まで後退。51号車はバンパーの交換に加え、50号車に発生したブレーキの違和感への懸念からパース交換を行ったため123位まで後退した。序盤のアクシデントにピットに重苦しい空気が立ち込めるが、誰からともなくまだまだ始まったばかり、挽回できると声が飛ぶ。その気持ちに応えるかのように50号車を狩る脇坂選手、大島選手がハイペースで走行を続け、40周目には総合50位、クラス3位までポジションを回復した。8時間が経過した夜11時、クルンバッハ選手の51号車が緊急ピットイン。オイルに異物が混入するトラブルでエンジン交換を余儀なくされる。レースの常識ではここでリタイアだが、躊躇することなく徹夜の作業に入った。決して諦めない、この精神こそがガズーレーシング。50号車は深夜にはクラス2位まで復活。前を行くアストンマーチンとの差を1周ごとに確実に詰めていく。非常に調子がいいと、タイヤもバッチリだということで、まあ、マイペースで9分そこそこで走ってます。だいたい予定通りのタイムです。まあ、このままね、我々のペース守ってれば最終的に6時間は前に出れると思うので、きっちりきますよ。朝9時半、ついにクラストップへ返り咲いた。その30分後、
夜を徹してエンジン交換を行った51号車が11時間ぶりにコースへ。意気揚々と乗り込んだロッテラー選手は好タイムを連発。ピットに歓声が上がった。ゴールまで1時間半50号車の飯田選手が LFA と共に戦ってきた3年間の全てをぶつけるような走りでチームベストを叩き出しながら総合19位クラストップでピットイン。脇坂選手がチェッカーを目指す。万全を期してブレーキローターキャリパーパッドを交換。40時間以上も不眠不休で疲労がピークに達しているメカニックは5分と想定されたこのレース最後のピット作業をわずか3分40秒で終えた。トップの BMW M3 に続いてガズーレーシングの LFA が並んでゴール。50号車は総合18位クラス優勝。51号車は規定の周回数に及ばず完走扱いとはならなかったがメカニックの思いを乗せてチェッカーを受けた。この経験を日本に持ち帰ってね、さらにもっともっとみんなに車の楽しさとモータースポーツの素晴らしさを伝えたいなと思います。車の進歩と車の出来の良さも証明できたんで、本当に実感ある実りあるいい仕事が多く与えてもらってすごい感謝しています。まあ、みんなで勝ち取ったあの勝利なんでね、本当にみんな喜んでると思います。必死にこの半年間やってきてくれたおかげだと思います。トヨタスピリットできましたんで満足です。悔しいです。でもいい経験できましたんで。よく頑張ってくれたし、私にとってもね非常に思い入れがあるんでね、今回もね、ずっとメカの動きを見てて自分の役割っていうかね、自分しかできないことを非常に存在感がある立場でねやってた姿、あれは見てね感動しましたね。この感動がねきっとオーナーの方々の誇りにつながれば大変ありがたいというふうに思います。